関連いたしまして、こういう LB 今日映画の中の挿入歌になるのかな、今日二人で。そうです、映画の中でもね、ちゃんと歌ってるシーンがある。あ、そう。2人だけどレコーディングの時は忙しくて別々に撮ったんですってね、このリオは。ええ、全然別々で。で、普通はボーカルの人が先なんですけど、僕はどっちかというとコーラスなんですけど、うん、そっちを先に撮っちゃって。あ、本当に、ええ、そうすると今日はこの夜ヒット生放送でこの2人が初めてこう本格的にリオをやるということ。ちゃんと声出して歌うのは初めてです。ちゃんと声出して出さないと困っちゃうもんね。ちょっと緊張してるんじゃないですか。結構来てますね、はい。でも映画の中では共演ですごく息があったって話を聞いた。うん、2人がいつものキャラクターを取り替えっこしてやってるみたいな役だったんですよ。私は結構2枚目で、うん、3枚目で。あ、そうなんだ。だから面白かったんですよ、うん、どっちがすごく楽しくて。あ、そう、ね、一回どっかやっちゃうと、ね、いい意味で混乱するね。面白いね、そういうのって ね、 ね。今日実はね、和田誠監督にも来ていただく予定だったんですよ。ところがちょっとね、奥様のねお具合がよろしくないということで、急遽こちらの方にはいらっしゃらなかったんですけど。見てらっしゃるんじゃないかと思います。見てくれてると思います。佐藤さんはね、麻雀放浪記でね、あれ以来4年ぶりだったんですけど、はい、なんか一段と切れ味よく。監督が作った歌なんですよね、今日の。そうです、作詞作曲。作曲まで、ね、思い出が人一倍強いですからね。監督のチェック入ってますから。そうですね、ぜひ今日は決めていただきたいと思います。はい、はい、それじゃあ3番でまいりましょう。作詞は分かりますけどね、作曲ですね。ね、多彩ですね。なんか作りましょうか。急に思い立ってもね、はい、なかなかね、はい、はい、さあいいですか、はい、いきましょうか。例えばフォーエバル。シベリアの大地、例えばあの子と